ごめんね、急に呼び出したりして。いえ、今井さん、何かあったんですか？その、凛子に本を貸してほしくて。それか、おすすめの本があれば教えてほしいんだ。どんな本を探しているんですか？なんだろう。刺繍とか？刺繍ですか。うん。こう、創作意欲が湧くような、そういう本があれば教えてほしいなって。わかりました。次の練習までに、いくつか持ってくるので、少し待ってもらえますか？うん。本当ありがとね。今日は私がおごるから、好きなケーキ食べて。いえ、そんな。今井さんにはたくさん助けていただきましたし、私も今井さんの力になりたいんです。同じバンドのメンバーとして、それからそのお友達として。凛子、うん、ありがとう。凛子もきっと私を信頼してくれている。だからきっと何も聞かずに助けになろうとしてくれてるんだよね。サヨだけじゃない。みんなの信頼にちゃんと応える。言い訳しない。頑張ろう。それが私の今やること。今井さん、少しきつく言い過ぎてしまったかしら。あら、今井さんからメッセージ。サヨ、さっきは怒ってくれてありがとう。サヨの言葉で超反省。怒ってくれる仲間がいるって、すっごくありがたいことだよね。私、頑張って詩を完成させる。サヨのおかげで決心がついたよ。お姉ちゃん、一緒にテレビ見よう。ん？どうしたの？いえ、何でもないわ。何でもない顔してない。私だってそのくらいわかるもん。今井さんが、とあることで悩んでいるのだけど、それに対してつい厳しいことを言ってしまったのよ。へえ、どうして？今井さんを信頼しているからこそ弱音を吐いてほしくなかった。思えば自分勝手な言葉をかけてしまったかもしれないわ。千里ちゃんがね、よくあやちゃんに厳しいこと言うの。あやちゃん、それじゃあまだファンの前では披露できないわよ、とか。お姉ちゃんのしてることってそれと同じ？そうね、おそらく同じでしょうね。けどもっと似たようなことがあったような。あ、わかった。私だよ、私。あなたと私が同じようなことを？そんなことあるわけ。あるよ。私、お姉ちゃんがギターをやめそうになった時、すっごく怒った。あれって、それだけあの約束を大事に思ってたからなんだよね、きっと。約束だけじゃない、約束をしたお姉ちゃんのことがすっごく大事だから怒ったんだと思う。それと一緒だよ、お姉ちゃん。は？そうね、あなたに叱られたわね、私。ギター今も一緒に頑張れて嬉しいよ、私。あなたに叱られることがなければ、私はあの時ギターをやめていたかもしれないのね。もしひなとこんな風に話せないままフェスに出ていたら、空っぽになった私はどちらにせよギターをやめていたかもしれないわね。ひな、どうしたの？今年私たちは必ずフューチャーワールドフェスに出場するわ。それもトップの成績で出場してみせる。フェスに出場するにはそれに向けたコンテストへの参加が必要なのだけど、あなたにはコンテストから私たちを見てほしい。いいの？フェスは私があなたを拒絶し閉じこもっていた時に目指そうとしていた舞台だからこそ、あなたには見てほしいの。コンテストとさらにその先へ進んでいく姿を見てもらうことで、あなたを拒絶し失ったものや時を少しでも取り戻したい。私があなたに追いついて
並んで歩いていくには過去はどうしてもそのままにできない。お姉ちゃん、絶対絶対見に行く、絶対。これは私とあなたの新しい約束。これから先一緒に歩むために。うん、嬉しい。お姉ちゃん、コンテストっていつ？私仕事をお休みにする。ひな、コンテストは来てほしいけれど、仕事はきちんとしなさい。アスパレの皆さんにご迷惑はかけないように。